前回のあらすじ、夜の探索で光の蜜を集め、葉っぱ人を治療すると、最後のレスキュー隊、パイロットだったことが判明。パイロットからの情報によると、どうやら新エリアにオリマーがいるみたい。まずは常薙の浜辺で洞窟探検をすることにしたタマピとオッチンだったが、そこには恐怖のモンスターが待っていた。ピクミンの犠牲も多く出してしまったけど、なんとか洞窟調査コンプリート達成。その後、オリマーを探しに新エリアに向かうと、敵対するモスや新種の原生生物に出会った。タマピたちのレスキュー活動は、より難しくなっていく予感。どうも、たまです。今日も一日、お疲れ様です。ピクミン4実況パート12、やっていきたいと思いまーす。いや、多分ね、ピクミンのストーリーもだいぶ後半になってきてて、かなり難しくなってきてるんですよね。なんだけど、なるべくやっぱりね、ピクミンの犠牲を出さないように頑張りたいと思うので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録まだな方はチャンネル登録、そして、高評価で、応援よろしくお願いします。ということで、早速、レッツゴー。よーし、じゃあ、早速、今日も夜の探索から行っていこうかな。葉っぱ人が今ここに2人いるから、2人分の蜜も集めちゃおうかなって思います。葉っぱ人調べれば調べてみるほど興味が湧いてくるね。じゃあ夜の探索行きましょう。今行けるのはここだよ。結構ね、まだまだ残ってる。あ、早速もう一番星の隠れ家の夜の探索も行けるんだね。うわ。危険度4とか大変そう。まあ、先に、日だまりの庭の、このねじり坂とか行ってみようかな。順番に探索完了しちゃおう。で、行ってきまーす。ここどこだ？夜だと分かりにくいな。まあ、やることはいつもと一緒だからね。まあ、テキパキやっていきましょう。よーし。じゃ、とりあえず、はい。どんどん、先に、はい、光、ピクミンを集めていって、まあ、多分ね、ここの最初の日だまりの庭は、そんなにね、原生生物強くないはずだから、大変なことはないはず。お、原生生物が凶暴化してきたぞ。ということで、じゃあそろそろ戦いますか。光塚を壊されないように守れ。はい。じゃあこれは、一応、オッチンと、はい、協力しよう。オッチンにはちょっと光塚の周りを頼んでおいて、私は、ちょっと離れたところの原生生物を倒す。で、ここら辺の、あれも、みんなあれかな？よし。雲と、あ、この中から出てくるんだ。なるほど。じゃ、それを壊そう。オッチン大丈夫かな？ナイス。よし。ちょっとオッチンに切り替えよう。切り替え大事だからね。で、切り替えることで、光ピクミンも移動してくるんだよね。ちゃんと。さあ、この近くにいるか？あ、意外といないな。うわ！集団行動してる。よし。これは、息突進で。なんで見事に空振るん？もうやっちゃうか。はい。よーし。あ、来てるね。これはもう、光爆弾、やっちゃおう。待って。こっち。ん、どこやっとん？あたしのエイムどうした？本当に。もう倒そう。はい。シンプルに倒そう。やっぱ敵弱いね。敵そんな強くないわ。あー、やばい。来た。今度こそ光爆弾いくよ、光爆弾。いくよ。はい。ちゃんとね。レッチゴー！よし！いける。お、麻痺してるね。フラッシュバーストっていうのか。はいはい、かっこいい名前。必殺技みたい。よし。おうちと連携してしっかり守ってくれ。はい、アイコピー。あ、そっか、突進とかもできんのか。一気にじゃあみんな倒しちゃって。で、これも、はい、おとり塚効果出しちゃおう。よし。やっべ！おうち守ってくれてるけど、光ピクミンも行け！総動員！やれ！ちょっと私も、一応、玉パンチ。よし。ナイス。やばい！これはもう、一気に、やっちゃおう。はい。私も、玉パンチ。あ、玉パンチ結構強いな。玉パンチ意外と強いぞ。さあ、こっちにもいるから、これも、光爆弾！えい！あ、普通にパクリって止められたんだけど、光爆弾を。まあ、こっちにもいるけども、朝来るからね。これの勝利条件は、朝が来るまで光塚を守るか、原生生物を全員倒すかなんだけど、余裕でしたね。よし。光塚、一発もやられてないわ。最初のマップだからやっぱそんな強くないな、敵が。オッケー。よし。光の蜜ゲット。じゃあ帰ります。もうだいぶ夜の探索も慣れてきたはず。
ただ結構新しいエリアとかになると苦戦しちゃいそうだな。よし、帰宅。次は目がキランってしてるピンクの葉っぱ星人を使用するんだね。すごい発見をしたよ。なになに？光ピカミンって火や電気に触れても平気みたいなんだ。無敵よ。それは頼もしいな。ちなみに水とか毒も大丈夫みたいだよ。うふふ。そういえばさ、洞窟に光ピクミン出すことできるんだよね。ちょ、今度出してみようかな。我々も体を鍛えて光ピクミンのように強くならなければな。シェパード向上心偉いね。火とか電気は鍛えてもどうにもなりませんよ。まあそうだね。確かにどうにもならないこともある。さあ、探索24日目、どうなってるんだろうこの子。まあでももうレスキュー隊全員もう救出したから一般人だよねきっと。よし、早速治療を開始してくれ。はい、コピーだよ。さあ、どんな子だ。結構ぽっちゃり体型に見えたけどね。おお、本当にぽっちゃりだ。あー、調査団ね。シェラン調査団団長だって。お、結構偉い人だ。シェラン調査団の団長で、シェランって名前なんだ。自分の名前を調査団の名前にしてたんだね。で、出身生、美浜生。くせ者揃いの調査団を統括する団長。一見全く仕事をしてないように見えるが、団員たちとのつながりは大切にしている。仕事してないように見えるとか、見た目で判断するな。まあ、確かにちょっとニートっぽいっちゃニートっぽいけど、言われてみれば。毎日カップラーメン食べてそう。さあ、どこにいるんだその団長は。シェラン団長、うわ、偉そうなところにいるな。ずいぶん偉そうなところにいるな。これ突き落としたりできないのかな。突進でさすがにできないか。話してみようか。すまないね、こんな状況だからお構いもできず。僕かい？一応調査団の団長を務めているものさ。団長って感じしないよな。まあ団長といってもみんな優秀だから特にやることはないんだけどね。うん。で？なんかサイドミッションとかありそうだな。頼み事なんだけどいいかな。見たところうちの団員がまだ見つかってないようなんだ。忙しいのは重々承知してるけど、どうか大切な団員を助け出してくれないか。君たちならきっとやり遂げられると信じてるよ。調査団員を救助する9人いるんだ。で、まだ4人しか救助できてないみたい。かなりいるね。ってことは洞窟とかもまだまだありそうだな。そしたら、ちょっとここの葉っぱ人もね、まだ気になるんで、このままね、夜の探索2回目行っちゃいましょう。夜の探索にも慣れてきたかな？油断しないでね。そうだね、慣れてきたとは思うんだけど、油断はしないようにしないと。じゃあ、日だまりの庭はもう全部行ったから、じゃあ、順番的に花吹雪の楽園の木漏れ日大地行きますか。はい。まあ、危険度1だからサクッと終わらしちゃいましょう。お、原生生物全員倒したかも。ブルーナ、原生生物全部やっつけちゃうなんてすごいよ新米くん。やったー。よし、光の蜜採取成功。これでね、この青い葉っぱ人も治療できる。さあ、探索25日目。はい、今のところね、救助してる葉っぱ人がこの子だけなんだけど。よし、早速治療を開始してくれ。はい、コピーだよ。さあ、牛は一体誰なんだ。雑誌無職、まさかのガチニート来た。ガチニート来たよ。福井根生出身、人生という勝負に挑み続ける生粋の勝負師。勝つも負けるも全ては運命の流すまま。熱い戦いの予感に胸を震わせこの星に向かった。あー、でも無職だけど結構勇敢だね。さあ、葉っぱ人もね、治療したということで、オッチのやる気が少し溜まってるから特訓しよっかな。猛突進レベル3、衝撃、しびれの持続時間、力を貯める速さ、すべてを極めた最強の猛突進と言えるだろう。うわ、これ欲しいな。もうとにかく攻撃力がね、欲しいからな。よし、猛突進を覚えさせましょう。はい、レベル3。これはもう突進のマックスレベルだよね、多分。で、あとは、ちょっと資材もね、またね、サイドミッションで溜まったので、アイテム開発しよう。まず優先的に、属性強化したいから、そうだなぁ。オッチンを毒に強くさせよう。はい。あとは、オッチンを氷にも強くさせようかな。よし、これでオッチン無敵だ。雷も炎も毒も氷も OK。よーし。そしたら、じゃあ早速探索、昼の探索行っていきますか。
で、まずね、今回の目標なんだけど、常薙の浜辺のね、調査率コンプリートを目指したいんだよね。ここ。で、まださ、ピクミン情報のところにハテナがあるから、ここに花ピクミンいるってことかな。じゃあ、行きますか。出発！で、地下もあと何個残ってるんだろう、洞窟。地上にもね、まだまだ行ってない場所があるから、先に地上のお宝集めて、日が暮れるギリギリで洞窟に潜り込もうかな。うん。一日の充実度をアップさせよう。さあ、到着しました。で、そうだ、前回あれだ、マンゴーをね、掘り出してたんだよね。あれ運びたいな。とりあえず、青ピクミン30、氷ピクミン20、紫ピクミン10でいきますか。で、今日中だから、水がまだ引いてないのか。待って。あれ？こっちか！ここに確かマンゴーがある。はい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 。うん、この上だね。掘り出したやつ。これをじゃあ運びましょう。12匹だから、まあ、シンプルに青ピクミンで運んじゃおうかな。はい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 。そして、こっちの、あ、違う違う、ここじゃないのよ。この上行きたいんだけど、この上はどうやって行くんだ？普通に、あ、アヒルちゃんいるじゃん。アヒルちゃんも運んじゃう？大丈夫だよね。運ぶルートに敵いないよね。そしたら、あ、そうだ、奴がいるんだ。奴はまあ、紫ピクミンとかで一気に倒せるんじゃないか？いけ！よいしょ！食べられるな。よし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 。ナイスー。じゃあ、暇なピクミンたちも呼んで、あ、お宝だ。なにこれ？うわ、懐かしい！笛だ、笛だ。10匹ね。この笛あったな、ちっちゃい頃家に。よいしょ。運んでもらい、いいね。一気にサクサク。あーれ！まだこんなところにいたんだ。なんか怒ってね。なんか怒ってね。本当にどこにでもいますね、葉っぱ人って。なんでそんな不機嫌なんだよ。今日も段取り。明日も段取り。あー、段取りが嫌になったのかな。あー、段取りバトルするか。段取りにとらわれてますね。救助して解放してあげないと。そうだね。段取りしたくてしてるわけじゃないだろうからな、きっとな。やばい！あ、でも青ピクミンだから大丈夫か。これ水属性の雲か。そうだよね。雲いたもんね、全部。まあ、これはシンプルに、青ピクミンで倒せるわな。はい。よし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 。ナイスー。まあ、一応運んじゃうか。で、あ、これ資材かな。資材不足だからどんどんね、資材も集めていきたい。お、よし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 。ナイスー。じゃあまあ段取りバトルしちゃうか。久しぶりだね。バスルーム演習場。お、かわいい。アヒルちゃんピカピカしてるね。まあこれは対決じゃなくて、本当にどれだけお宝をね、時間内に集められるかってやつだから。よし、頑張ろう。よし。もう大丈夫。もうそろそろ私も段取り上手くなってきてるはずだから。ただやばい！段取りレベル3か！いやただ、このレベルでもサクサクね、かっこよくプレイできるところをみんなにお見せしたいと思います。出た、不機嫌葉っぱ星人。ピクミン増やして減らさない。これ、段取りの基本。ちゃんと基本できてるか見てやろう。レディーゴー！はい、ちょっと待ってよ。ドローン、ドローン。これ大事。ドローンでね、どう回っていくかをね、考えなきゃいけない。ここに青ピクミンが魚と戦ってるね。で、お宝がある。あ、ここに岩ピクミンがあるね。はい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 。ということは、岩ピクミンで壊さなきゃいけない場所があるはずなんだけど、ここにも岩ピクミンがいると。なるほど。で、ここにお宝があって、はいはいはい。え、岩ピクミンで壊さなきゃいけないのどこだ？別に岩ピクミンで壊さなきゃいけないわけではないけど、戦闘に有利ってことかな。シンプルに、まあ、これまっすぐ行って、ここで青ピクミンと岩ピクミンを仲間にするでいいかな。よし、行こう、レッチゴ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 。よーしよ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 し。あ、これ水か！これ水がちゃんと水溜まってるんだ。よいしょ。はい、じゃあもう倒して。いける？頑張れ！ちょっと岩ピクミン投げられないからさ。ちょっと、どうにかしたいけど。いけるか？よしよし、ナイス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 。そして、まあ、これも運ばしちゃおう。原生生物もポイントになるからね。はい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 。で、ここはじゃあ岩ピクミンに引っ張ってもらおうかな。あ、でも、それだけじゃ足りないから。はい。青ピクミンを引っ張ってもらっといて、この間に岩ピクミンを引っこ抜く。よし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 。あのさっきの紐引っ張ったことで何があったんだろう。水が抜けたとかっていうわけではない。あ、なるほど。お宝が出てきたんだね。はいはいはい。待ってよ。岩ピクミンどこ通る？あ、ちゃんと地上通るね。オッケー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 。これ何匹？やばい、足りないな。急がなくては。やばい、またそっち通るの？
で、大丈夫？まあ、いいや、ここはじゃあ私が突進倒しちゃおう。よいしょ。さあ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 。協力だ、ヤビキミたち。えい！よし、いける！ナイス！さあ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 。大丈夫か、君たち。ぷくぷくしてるのかわいいな。まあ、じゃそれも運んじゃって。はい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 。え？なんかやられてるピクミンもしかして。おい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 ！いたんかい！よいしょ。そのルート通るんだね、ピクミン。うわ、ここも壊さなきゃいけないのか。そういうこと？やばい。急がなきゃ。行くぞ、こっち。はい。壊して壊して。はい。よし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 。じゃあ運んで。これも運んで。どうなんだろうな、段取り的には。はい、君たちもいで。お宝は、こっちにまだ残ってるんか。急げ急げ。お前段取り調子、本当いいのかな、これ。大丈夫？あ、この段差があるから邪魔なのか。この段差があるから、遠回りをしていかないといけないのね、きっと。そういうことか。なるほど。さあ、今度はこっちだ。どうしよっかな。まあ、これは運ばしちゃって大丈夫かな。よし、岩ピクミンに運んでもらおう。で、ここにイラオピクミンたちを連れて、あのカエルを倒しちゃう。いくよ。はい。よし！やってるやってるやってる！いけるな！オチも噛みつき！ナイス！よし。そして、アヒルちゃん運びます。で、このカエルも運んじゃおう。オッケー。そっち通るのなんで？また段差があるのかな、もしかして。倒さなきゃ。いけ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 。やれ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 。ほい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 。オッケー、ナイス！運んじゃっていいよ。なんか、青ピクミンとさ、岩ピクミンが通るルート違うんだよね、なんか。なんなんだろう、これ。あと2分か。でも意外と大丈夫な気がする。まだまだ余裕はある。とりあえずここにあと3匹。で、これホリホリしちゃおう。こっちにも任しちゃおうかな。はい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 。暇な子いる、暇な子こっち。で、ここにも、青ピクミンが埋まってた。5匹。よし。オッケー。じゃあ、青ピクミンにあのアヒルを運んでもらおう。で、これをやってもらっちゃおうかな、近海。はい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 。さあ、こっち。合流。急げ急げ、あと1分もない、47秒。やばいな、時間がないぞ。はい、とりあえずこれちょっと運んでもらって。暇な子いで。お宝的には、あとどこにあるんだ？金塊か。金塊はまあ、青ピクミンやってもらうとして。あと、ここの金塊ってこと？そういうこと？急いで急いで急いで。はい、集合集合集合。運んでくれ！頼まい！お願いします！よしよしよし。みんなおいで。よし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 。はい、運んで。どうだ？運びきるか、これ。よし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 。いけるか？あ、あそこの金塊の山もなくなってる。これいいんじゃない？どうだろう？待てよ。ここに、一匹金塊一つ。いや、ピクミン頑張ってる。間に合うかな？お？待てよ。これ。うわー、惜しい！ちょっと今のさ、いや、ピクミンがあの金塊一つ運びきれば、プラチナメダルもらえてたはず。ゴールドだ。あと1でプラチナ、惜しい。くっそー。いや、まあ、いっか。ゴールドでも。いや、でもちょっと、ここまでギリギリ惜しかったら悔しいよな。お前、段取り、うますぎ、俺、叶わない。約束の資材30個、受け取れ。あ、そうだ、資材もらえるんだ、これ、段取りバトルやったら。うわ、悔しい、惜しかったね。気絶しちゃった。やりましたね、たまぴさん。さあ、遭難者を連れて外に出ましょう。うわぁ、プラチナ取りたかったわ。でもよかったよね。段取りレベル3で、ゴールドだったら。うん。さあ、戻ってまいりました。段取りバトルの時はさ、時間進まないんだよね、ちゃんと。止まるんだよね。もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。また、中に入られても厄介だから、洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。はーい。よし。じゃあ、まあ、とりあえず、青ピクミンに運んでもらって、他のお宝とかどんどん集めていきたいよな。ただもう、この上は、お宝、なさそうかな？この周辺は。あとあるとしたら、この下の方か。星が出てるのは、こっちの方全然、お宝取れてないね。この奥とかめっちゃ怪しくない？絶対激ヤバモンスターいるよね。うん。で、地下とかも、ここ。ここ行けてないから行っていく。で、この奥とかにも、こっちも行ってない。やばい！常薙の浜辺コンプリート目指すとか言ったけど、なかなか難しいかも、これ。そしたらもう青ピクミンに運んでもらってる間に、今ちょっとまだ水があるから、こっち行けないし、この上行ってくか。で、この上なんですけど、動画では結構カットしてると思うんだけど、資材集めとかでね、ここ通ったんですよ。
だからね、敵対モンスターとかもね、もういなくて倒してあるんだけど、そうだ、キーピクミンがね、必要なお宝があったんだった。お、ちょうどいい、ナイス。諦めずに葉っぱ人の ID 情報を試みてみます。諦めないんだ。まあでもエラーだよね。まあそうだよな。うん、やはり読み取れないです。いやでも偉いよコリー、諦めない、その心大事だからね。うん、はい。そして待てよ、キーピクミンが確か必要だった場所があるから、まあ、じゃあ紫ピクミンは一回しまっちゃおう。あとでスイカはね、回収したいから、出したいっちゃ出したいけど。よし、入れ替わり入れ替わり、よーし。そう、この上、この上、この上の方をね、資材集めで通ったんだけど、その時に結構厳選生物倒してて、これこれこれ、キーピクミンでしか多分取れないはず。いや、ワンチャン突進でも落とせてたかな、どうだろう。まあそれはいっか。で、資材、あ、ここに資材あったのか。で、この資材を運んじゃおう。オッケー。この上もね、まだ続くんですけど、この前チラッと見た時にね、激ヤバモンスター、いたんだよ、そう。チラッと見て、あ、やばいと思ってね、すぐにね、見ないようにしたんだけど、ちょっとこれやばそうなんだよね。見て。ほら。うわーん、え、クロックスみたいな顔してるね。パーツはめたくなるわ。で、このワニなのか、エビなのかよくわかんないような、うわ、こんなところ、え、なんかここだけふわふわなんだけど。なんでここだけふわふわなんてか、質感すご。こんなアップで見れんの？で、これがどういう攻撃をしてくるかが全然わかんない。完全初見。なはず。だって、ピクミン1、2では確実にいなかったから、多分これいたとして、いや、3にもいなかったと思うんだ。なんだその格好は。あ、でもちょっとエビだったら、うわ、やばい！やばい今！待って、ここ攻撃すればいいんじゃない？あ、ダメだ。これなんか、ピクミンじゃないとダメなやつだ。え、どうしよう！だったらここ拠点移動できそうだな。でも倒さなきゃいけないんだ、この番人を。さすがに、このピクミンだけでは倒せないはずだから、ここは攻撃力の強いピクミンを連れてくるか。氷ピクミン30、赤ピクミン。いやでも多すぎてもなんか倒しにくい気がするな。まあ、いいや、一旦この赤と氷で行こう。さあ、どうしよう。どうやって倒すかがわかんない。一旦、あー、水が抜けました。はい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 。ちょっと後でスイカを集めに行きたいね。え、どうしよう。赤で行く。攻撃力の強い赤。はい。一旦様子見よう。行くよ。待てよ。突進してくるタイプだよね。突進してくるタイプだから、一旦突進させて、多分あのね、お尻？お尻が弱点やばいなぁ、それマジで。ここ弱点な気がする。あ、なんか、ピクミンの数で、なんかできそうだな。ひっつけて、15匹ひっつけたら何か起こるのか。ちょっと待って、こっち見てくんのやめてくれ。やばい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 。よし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 、行け。あ、15匹 !OK! なるほど、このタイミングで、ここのなんかパッカーってなったところに攻撃すると思うんだけど、ちょっと怖いな。いや、うん。慎重に行こう。うん。地道にやっていこう。ピクミンの犠牲がね、ないのが第一だから。ちょっと動き止めて、突進させて、狙え！一気に15匹ひっつくかな、それ。いけ！いけば弾かれちゃう。やばい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 。食べられたくない。よし。え、こっちを振り落とされたんだよね、ちょっとだけ。ただ、今がチャンス！オッチン！あれ？アタックできなかった？なんで？待って、なんで止まっちゃった？なんか、フリーズしてる？よくわかんないけど、いた集合！いた集合！よし。さあ、突進させて、一気に狙う。はい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 。これ2段階ぐらいに分けた方がいいな。はい、君ら集合。君ら集合。これは甲羅をね、多分殴ってもね、なんもね、攻撃与えられないはずだから、よし、いけ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 、ひっつけ。オッケー。で、おっちん、アタック、いけ、いけるか、集合ー集合ー。はい、はい、慎重に行きますよ。今だ、ちょっとずつひっつけよう。ちょっとずつね。はい。突進させーの、いけ、いけるか、ゴリ押し。いや、ゴリ押しはもうしない方がいい。ゴリ押しはもうしない方がいい。やばい。次で引っ付けよう、次で。よし、いける。はい、ナイス。これ投げた方がいいな、突進よりも。突進よりも投げた方がいいわ。オッケー、オッチも噛みついちゃえ。ナイス。うわ、お寿司出てきた。エビから、エビのお寿司出てきた。めっちゃ美味しそう。え、ここから夕日を眺めたら綺麗ですね。うわ、そんなことも教えてくれんの。
まあ、とりあえず一旦拠点移すか。よかったー。結構大変だった。難しかった。うん。はい。君たちおいで。よし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 。ちょっと待って、お趣旨。お趣旨じゃないですか。記念撮影しちゃおう。いいやん。かわいい。よーし。じゃ、おっち運ぶこれ。ね。はーい。よかったよかった。美味しそう。お寿司大好きだからな。で、これも運んどくか。なんかここのさ、尻尾の向けてる部分美味しそうじゃない？ぶどうみたい。果物みたい。うん。あ、で、この奥、この奥さ、ここに繋がってるのか。ね、絶対またボスいるやん、これ。100% いるよね。でもちょっとこれ橋をね、作ってもらって、さ、あっという間にできちゃうはずなんだけど、ちょっと様子見てくか。チラッとね。ナイス？オッケー。あ、これオッチ連れていけないの？マジ？じゃあ私だけで、一回見てくるよ。あれ？あ、あ、なんだ？あ、ボス、あ、ボスいないんかい？ない、なんやねん。いや、もう絶対ボスおると思った。絶対ボスおると思ったらいないんかい。なんやねん。そしたら、まあ、青ピクミンで、あれ取っとくか、一応。まあ、青ピクミンのオニオンはもうあるから、正直ね、集めなくてもいいんだけど、まあ、あれあることでね、青ピクミンの数ね、一気に増やせるんだよね、確か。絶対さ、こんなに広いからさ、ボスいると思った。よいしょ。なんか、プールみたいになってていいね、ここ。これ倒せる？いける？はい、こっちも。意外とこの魚厄介なんだよな。はい。食べられないでね。オッケー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 。じゃあみんな。はい、君たち。これ掘って掘って。他の色のオニオンないのかな？あ、水抜けた。これ取ったことで水抜けるんだね。お宝あるかな？この辺。お宝ないか。埋まってたりもしなさそう？あとは、ここ。これやっとくか。いや、洞窟行こうと思ったけどさ、もう地上だけでいっぱいいっぱいだったな。結局スイカも集められてないし。やっぱりね、この常なぎの浜辺大変だわ。あ、ここにあるお宝も取ってないのか。で、洞窟も行ってない。あれ？この奥？え、どこだこれ？この辺に何かがあるはず。なんだ？うわ！こんなところに洞窟ある。どうやって行くんだこれ。あ、普通に行けるんだ。なるほど。ちょっとどういう洞窟なのかだけちょっと見ていきたいね。間に合うか。ギリ間に合いそう。覗くだけ覗くだけ。いや、ワンチャン入る？待って、ワンチャン入るこれ。てか待って、何これ。スクラップディスコ。暗がりの中、右往左往しながら進んだ先には、大敗的だが懐かしさを感じる謎の物体が。強烈な幾筋もの光、五感を刺激するビート、没入感を煽るスモーク、踊り出すピクミン。ここはまるで、ディスコだ。何言ってんだ。でもなんかピクミンたち暴れてない？どういう洞窟？不気味なんだけど逆に怖いわ。うわ、でも、うわ、何これ、危なくない？いや、でもなんか、入っちゃうか。せっかくなら。入っちゃう？行っちゃう？夜が近いので洞窟に入れません。あ、すいません。さすがにカウントダウンね、始まってるからね。無理だよね。すいませんでした。ごめんなさい。まあ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 。地上でも、どうだろう？お宝どんくらい集まったかな？さあ、戻ってまいった。どれどれ？救助した人はまず葉っぱ人一人助けて、ああ、まあまあ、そうだ、あ、意外と集まってんじゃん、すごいじゃん。あ、そうだよ、そうだよ、そうだよ。これ一日でやってるやん。あ、いいね、いいね。オッケー、オッケー。地下には行けてないけど十分。調査率 58% か。まだまだだな。あと半分も残ってる。まあ、そのうち洞窟が2つあるから、今日行けるかな、どうだろう。ところで、前から気になっていたのだが、夜の原生生物というのは目が赤くて見るからに凶暴そうだよな。宇宙船の中にいればノープロブネームでーす。それにアタックされたとしてもディンゴがいれば大丈夫ですね。バーナード、これさ、ディンゴは臆病なことを分かっててあえてこういうこと言ってんのかな。あ、当たり前だ。俺様に振るんじゃねえ。そうか、それは心強いな。よろしく頼むぞ、ディンゴ。ニュクニュク、はい、任せてください。しまった、逃げられなくなっちまった。リンゴヘタレなんだよな。いいよ、そういうとこも好き。さあ、探索26日目、引き続きやっていきましょう。で、またね、常なぎの浜辺行こうかな。よし、出発。洞窟行きたいね。さっきの洞窟行こうかな。
それとも、なんかまだ他にもう一つだけね、残ってる洞窟あるから、そっち行くのもありなんだよな。どうしよう。てか、そうだ。なんかさ、コリーがここからの景色綺麗って言ってたよね。うわ。確かにめちゃめちゃいいな。見渡せるのめちゃめちゃいいな。これ。素敵だわ。ということで、あ、そうだ。このお宝集めちゃいたい。ピン打っとこう。で、ここの地下なんだっけね。ちょっとチラッと後で覗いてみよう。で、この奥も行ってない。どういう順序で行こうか迷うな。まあ、先に地下行っちゃってもいいんだけどね、全然。一旦青ピクミンフルで行こうか。あー、なるほど。ピン刺したお宝、スイカのことだったのか。スイカはね、紫ピクミンで後で運びたいから、水が引くのを待たなきゃいけなくて。そうだ、こっちの方だね。こっちの方行けてないんだわ。どうする？ちょっと待って、ここら辺の。いやー、魚ね、地味にね、厄介だから、オッチンで戦おうかな。よいしょ。あれ。よいしょ。うん。一噛みつきで倒せるわ。ほい。オッケーオッケー。水中の攻撃、ちょっとしにくいかも。ほら。空振っちゃう。めっちゃ空振るやん。よし。注意していこう。あ、あそこになんか、緑のお宝あるね。これ、降りた方がいいか？いや。降りられないのか。水中を歩くってことはできないのか、もしかしてこれ。どうしよう。うわ、なんかこれやられちゃいそうで嫌なんだけどな。やれ、倒せ。いけるか？もうやる、やるしかない。やれやれ、倒せ。やばい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 。オッケー、やられてないね。よし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 。あとはこれか。はい、倒すしかない。食べないでお願い、食べないで食べないで食べないで。やだー、食べられた。一匹食べられた。うわー、水中の、水中これ浮いちゃうからさ、戦いづらいね。悔しいよー。食べられちゃった。ごめんね。あ、あんなところにアヒルが隠れてる。こんなところにいたんだ。かわいい、隠れてんの。よし。あとは、こっちの方前回橋作ったけど、奥行ってないんだよね。なんかあんな、あそこ。なんだ？バナナ。バナナが水中にあるけど。あれどうするか。いやー、ここら辺の敵がめんどくさいんだよな。あれ？こんなところに。これ何？洞窟？水渡りスクール。時間内にお宝と原生生物を回収せよ。これもあれか。さっきやったやつと同じ感じのやつだね。バトルっていうよりは。はい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 。これバナナ運べる？これ。どう運ぶんだろう。よいしょ。どう運ぶ？原始生物たちのところ通る？下降りるんだよね、きっと。やばいか？それ。ちょっとやばいか？これも厄介だしな。倒しとくか。よいしょ。集合。あと水中だとその黒いやつあんま効果ないのか、もしかして。そういうこと？黒いなんか煙みたいなやつ効果ないかも、水中だと。あります。あります。しっかりあります。マジで水中の生物と戦いにくいな。うん、水が深いと戦いにくいわ。あ、もういけるな。これ倒しちゃおう。よし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 。でも魚厄介だけど、やっちゃうか？倒しちゃうか？あ、やっちゃおう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 。はい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 。オッケー、倒して。よし、ナイス。はい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 。で、あの、魚の方はさ、どうしよっかな。食べられるんだよ、ピクミン。ラオピクミンそんな攻撃力強くないから、ちょっと待てよ。一旦もうオッチも待機させて、いや、私、じきじきに倒してくるわ。いや、いや、綺麗！水中めっちゃ綺麗！俺！あれ？あれ？あ、戦えない。あれ？あれ？弾パンチ届いてないな。どうするこれ。めんどくさいから、もう爆弾とか作っちゃう？ねえ。水中で爆弾使えんのかな？おい。効果あるこれ。おーい！どこ行くんだよー。はい、めっちゃもったいない。はい、めっちゃもったいない。もう最悪だ！最悪だな、なあ、あいつ。いや、水引いてるし。え、ここの水はなくなんの？ここの水はなくならないのかい。ここの水はなくならないのかい。ねえ、待って。じゃあ、青ピクミンで戦うしかないか。ただ、やっぱり、食べられたくないからアイテム使っちゃおうかな。それ、激辛スプレーあんまり使ってないからこれ使ってみる？よし。これで一気に、やばい、めっちゃ追いかけてくる。気持ち悪。だる、あいつ。何？いけ！もう一気に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 食べれる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 ！
くれ。強っ。よし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 。もうこういう使い方しちゃっていいよ、全然。うん。で、しちゃおう。ピクミンの命第一だから。はい。これも運んでもらって、でも効果切れたか。お宝まだあんのか、これ。やばい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 。もう、ダメ！ね、もう本当にやめて、それ。ね、だるい、だるい、だるい。もう、やだ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 。食べられてない？ね、本当に、やめて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 。倒して倒して倒して。食べられてない？大丈夫ね。もう、魚嫌い。大嫌い。で、ここになんかいるんだよ。あれ？ガーリップか？取ってみるか。よし。しごー！怖い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 。ちょっと、不安だから、早めにね、取ろう。はい、しごー。よしよしよし。これガーリップっぽいな。やったん！ピクミン出せる数が増える。よし、もういけるね、これ。オッケー！よし、ガーリップだ、やっぱり。で、これ運んじゃおう。はい。よし。で、お宝は？あるか？この辺。ないのね。いや、にしても綺麗だな。こんなに綺麗だったんだ、水中。グラフィックえぐいな、マジで。進化を感じるよ。じゃあ、残りのピクミンたちで、これ運んでもらおう。よし。あ、で、こんなとこに土の壁あんじゃん。これ突進できんのかな？水中でも。あ、できるか。これ壊しとく？レッチゴ！これどこに繋がってるんだろう。あ、バナナ配信お疲れ。ありがとう。あ、ここに繋がったんだ。なるほどね。ただもうこの辺のお宝、あ、この奥になんかあんな。どれだわ。あら、こんなところにお宝あったのね。じゃあちょっと、ピクミンたちを呼びましょう。で、降りてる間に、ここはもう、あ、待て。やばいかも。こんなところにこいつがいた。はい、じゃあここで、ピクミン取って、まあ、ギリギリまでこれ運ばせちゃって、その間に、オッチンで、あのカニを倒そう。え？ピクミンの悲鳴？何？ピクミンの悲鳴って。え？なんで？ 2 匹やられてる？よね。なんか2匹どっかでやられてんだけど、なんで？え？もう、なんで？もう、嫌なんだけど、え？敵、倒したよね。ごめん、これに関してはマジでわからん。なんでな？どこで？まあ、や、ガーリップとりあえず、はい、回収できたから。引き出せるピクミンがまた10匹増えました。どんどんオニオンを元気にしたくなりますね。これ70匹出せようになったってことだよね。うん。それはいいんだけど、え？どこ？どこに敵いたの？そっち通る。はい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 。普通に安全だと思うんだけどな。これも運んじゃおう。意外と今回も結局時間ないな。地上で精一杯だな。みんな手伝って手伝って。手伝っちゃおう。早く運べるように。ん？待って。ここでなんか、カニにやられてたんだ。よく倒したな、でも。ここ通ったのか。なるほど。で、ここにカニがいたんだね。うわー、もう、カニー。カニ出てくるなよ。いや、私もごめん。私も悪かった。ごめん、本当に。私が油断したのがいけない。ああ、悔しい。くそー。まあ、とりあえず、だいぶでもね、地上のお宝回収できてるはず。結局、地下行けてないやんって話なんだけどね。大丈夫だよね。みんないるよね。迷子のピクミンとかいないよね。オッケー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 。じゃあもうそれだけ運んでもらっちゃって。よし。オッケー！よーし。うわーん、カニめー。悔しい。くそー。許さん。はい、26日目探索結果。お宝ね。うん。あ、4つ。まあ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 。地上のお宝集めるのって結構時間かかるからね。はい。で、3匹やられてる。3匹やられてるんだけど。てか、調査率 60% か。まあ残りはほぼほぼ本当に地下だね。ディンゴよ。体調はどうだ？え、体調？何？はい。もうすっかり大丈夫です。俺様の心配をしてくれるなんて。そうか。なら問題ないな。タマピの面倒を見てやってくれ。あ、いや、やっぱり、まだ調子が。くそ。
あいつめ。おい、ディンゴ、なんで私の面倒見てくれないの？いいじゃん、面倒見てよ。先輩なんだから。さあ、探索27日目。待って、私さ、洞窟行く行って全然行けてないんだけど。よし、じゃあ探索行きます。常薙ぎの浜辺。出発！もう今日だけで何回行くねんて。もう今日だけでもうすでに3回目行ってるけどね。うん。いや、やっぱりね、地上のお宝を集めるのって大変なんだよ。地上からまずさ、広いから、行くまでがかなり時間かかるし、時間制限あるしで、うん。洞窟の方がなんならね、ゆっくり探索できるんだよね。はい。ということで、じゃあ、まず、もう行っちゃうか、ここの洞窟。パリピの洞窟。はい。一体どんな洞窟なのか全然想像つかないんだけど、なんか危険そうなイメージはあるんだよね。で、おすすめのピクミンが赤と黄色だって。赤と黄色使う洞窟ってもう大体やばい気がする。うん。うわー、怖いなー。大丈夫かなー。スクラップディスコ。ディスコとかなんかこういうさ、ウェーイみたいな楽しい名前してるけど、めちゃめちゃ残虐な洞窟な可能性も。ね、待って。ごめん、私察したかも。ここの洞窟ガチやばいわ。もう察したかも。待てよ。まずね、確実に言えるのが、ここ、下、奈落の底なので、落としたらいけません。落ちてはいけません。で、敵はまず確認。はい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 。あ、まあ、突進系の敵。ここ怪しいね。こういうところ。お宝は、センサー反応してないじゃん。ってことはね、多分、モンスターが出てくるね。原生生物が出てきますよ。はい。うわ、とか、なんか嫌な予感するんすよ。あのね、多分出てくるよ。出てこないんけい。なんやねん。これはもうさっさとやっちゃう、突進で。一気に。奴が暴れる前に。オッケー。うん。まだ最初のところは、いい。大丈夫。ただ、これ絶対ね、私が嫌いなね、モンスターが出てくると思うんだよ。多分、不安だわー。はい。もうここの辺はまあ、大丈夫だとして。もう急にモンスター出てくる可能性あるから、ほんと気をつけないとね。これ何や？資材かな？資材だったら集めよう。いや、お宝の可能性あんな。レーダーめっちゃ反応してるんだけど。お宝だ！オッケー。まあ、それは一旦いいとして、先に、橋作ってもらおうか。なんか喋ってる？可愛いんだけど。はにゃはにゃにゃ、はにゃはにゃにゃ。で、まあ、このレールも運んでもらおうか。はい。原生生物もね、一応ね。このボスマジでやばい気がする。本当にやばい気がする。絶対やつだもん。わかるもん、私も、なんとなく。よいしょ、この資材運んでもらって。じゃ、これも運んでもらっちゃおうかな。その道大丈夫？確認しないんだけど。あ、よかった、大丈夫だ。次からもっとちゃんと確認するね。ごめんね。これも取っとくか。よし。やった。激辛スプレー。そうだな、激辛スプレーもどんどん使ってこう。強いもんね。さっき初めて魚に対して使ったもん。で、赤ピクミンがこんなところに待ってるんで。いや、うん、ピクミンの数増やせるのはありがたいね。地下だとね、上限ないからね。多分100、マックスは100だと思うけど。うん。さあ、早速お宝ここもうないから、次のステージ行きますか。いいね。最初の方は順調。ただマジで、どんどんね、やばい敵が来ると思うんだ。マジで絶対やついるって。まあ、やつっていうのがね、まあ、これもね、ちょっとあんまりはっきりはね、あえて言わないんだけど、まあ、雲系かなって思ってる。ここのラスボスは。あと、ビーム発射するやついると思う。敵で。うわー、やだ。あと、弾転がすやつも いると思うな。まあ、弾転がすやつはそんな強くないからいいんだけどさ。どうかな。お！ビリビリしてる。さあ、もうとにかく、これは絶対にやろう。ドローンで確認。敵対モンスターがどんな奴がいるか。まあ、降ってくる可能性もあるから、それも気をつけなきゃいけないんだけど。ここも機械的だな。え、これなんだっけ？チューナーみたいな。チューナーだっけ？なんだっけ？音を合わせるやつだっけ？なんか音楽系に使うやつな気がする。うん。懐かしい。あ、電気ビリビリ系がいるんだね、ここは。はいはい。で、ここなんかろうそく、キャンドル。おしゃれなキャンドルがあって。あー、まあ、そんなもんか。大丈夫かな。じゃ、一旦ここは、赤ピクミン待機で、よし。私たちで行こう。大丈夫か？行け！助け！お助け！よし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 。いやー、意外と危なかったな、今。意外とギリだったぞ。で、まあ、先にじゃあここ壊そう。レッチゴ！よーし。オッチンのタックルだけで2本分一気に壊したんだけど。強っ！よし。やつも。やったね！
よし、いけ。オッチの噛みつきもね。そう、オッチも結構噛みつき強化してるからね。うん。これなんだ？炎か？これなんだ？危ないって。炎がなかなか出てこないから炎じゃないのかなとか思っちゃったじゃん。やっと。そしたらまた、オッチに待機。待ってて。ちょっと行ってくるから、ピクミンたちと。このボタンを押さなきゃいけないんだね。はい。はい、気をつけて乗りましょう。落ちるな。で、よいしょ。押せる？オッケー。押したことでこの柵が降りたんだよね。はい。そしたらもうオッチンと合流しちゃおう。これ運んじゃおっか。はい。もう運べるもん、運んで。はい、オッチン合流。他にビリビリ要素あるか？ビリビリ要素。特になさそうかな。じゃあもうみんな集めちゃおう。あ、これなんかくれる？蜜いいね。はい、吸って。よーし。じゃ、先に、この炎のやつを赤ピクミンに壊してもらって、よし。この奥行くか。よいしょ。怖い。あれ？動いた。よし。こういうこと？あ、投げるのが、ここで。オッケー、いける？大丈夫？落としてないよね、ピクミン。オッケー、怖っ！これ怖なんか。ヒヤヒヤするんだけど。よし。で、運んでもらってる間にこっちへ行きますか。下にね、ちびっこのやつがいるから、あれは、ダメでしょー！近くにあるとね、ピクミン移動しちゃうんだよな。よし。お宝回収お疲れ。そしたら、もう下にいるこのちっちゃいやつは、オッチの噛みつきで倒しちゃおう。パクリ。よし。意外と厄介だからね。はい、集合。まあ、ここら辺も運んでもらって、赤ピクミンに、これを、破壊してもらって、ピーピクミン集合。で、これ運んでもらおうか。よし。で、残りの子たちは、資材集め。よーし、これでもうこの回のお宝はないね。オッケー。そしたら先に進みましょう。よいしょ。さあ、今んところまだ大丈夫だね。たださ、考えてみて。トコナギの浜辺のさ、あんな端っこの、上に登って端っこの方にある洞窟だよ。絶対やばい違いないよね。はい。私が恐れてる原生生物は果たしているのかどうか。なーにこれ？なにこれ？はい、確認しまーす。二回しドローンで周囲の状況を把握するんだ。もう言われなくてもする。あー！羽ピクミンじゃない？ついに羽ピクミン出会えるんですか、これ。やっと。てかなんか、敵いなくね？ここもしかして、敵いないのか？羽ピクミンと一緒に協力して、なんかお宝集める場所で、これは特になんか、敵いないかもな。ピヨーン。ここに移動してきて。とりあえずこれじゃあ、キーピクミン入れるか。ってことだよね、多分。はい。あ、ただこれ、抜きに行かなきゃいけないもんな。そっか、どっちにしても。じゃあ、これなんだ？大きな仕掛けですね。あ、これなんか前回さ、新マップで掘ったやつな感じだよね、多分。そうだよね。これ掘ってもらって。これなんかどっかに多分、あそこか、あそこに通じるのか。はい。よし。これ、オッチンが早いんだよね、これやると。オッチンめっちゃ秒で掘ってくれるから。おーし、ナイス。そしたら、このスイッチはどうなんだろう。コンベアの向きが変わったか。あー、なるほど。じゃあ、私はここで待機して、あっちはオッチに任せよう。よし。まあ、これは運びたいっちゃ運びたいけど、待てよ。そもそもこれさ、登れなくね？そうだよね。ん？これ頭めっちゃ使いそうだな。待って。これさ、もしかしてだけど、向きをこっちにして、うわ、ちょっと怖いな、でも。怖いんだけど、ここにピクミン投げて、そうすると、この赤いところに行くわけじゃん。それがボヨーンになって、なんかどっかこう、たどり着くようになるんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。いや、わかんない。どうしよう。怖い。いいのかな。わかんないよ。ちょっと、ドローンで様子を見る。ボヨーンした。あ、移動してる。移動してるよ。移動してるよ。合ってんのか、これは。果たして。ボヨーン。あ、移動する。こっちに、向きを変えなきゃいけないのかもしんない。なるほど。だから、
切り替えて、はい、ここで様子を見よう。見れるんだね、ちゃんと。ピクミンがそこに降りたら、切り替えかな？これでいいのかな？奥行った？奥行ったね。ん？あ、今どこいる？あ、こっちにいるわ。で、これを渡ってくってわけ？この線を。この細い線渡れんの？大丈夫なの？すごい華麗に渡ってる。かわいい。かわいいんだけど。もう、滑って滑って、ここに行って、10匹でこれを押すってわけか。そういうことかな？押してる押してる、1匹で頑張ってる。オッケー、わかった。だから、一旦ここ押して、はい、オッチに切り替えて、ここにはもう、残り9匹乗せちゃっていいんだね。はい、あ、ちょっと乗せすぎたけど。これで、切り替えて、様子を見ると。よし。いくよ。はい、もう切り替える。もう切り替える。これで、こっちに移動してくる。はい、来る。かわいい。マジで。これ超かわいいんだけど。楽しんでない？キーピクミンめっちゃ楽しんでない？わー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 。よーしよ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 し。オッケー、ナイス。これで、ここが通れるようになったと。はい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 。そしたら今度は、このキーピクミンを、ここに投げたらどうなる？はい。飛んで。ここに来てるね。なるほど。これ私も行けんのかな？うわー！おーおーおーおお、こう来るわけか。なるほど。こっちに来ちゃったね。どうしたらいいんだろう。一旦合流する？めっちゃ頭使うわ。うん。敵対モンスターはいないけど、頭めっちゃ使う。で、これ運べるの？穴から運ぶんだ。はい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 。で、ここから出て。どう行くのこれ。あ、普通にそこから行くのか。で、あ、下から行くのか。なるほど。あ、はいはいはい。まあ、それはいいんだけど。だ。種ピクミンを取りたいよね。まあ、これも運ばしちゃっといて。乗って、オッチンで飛んでく？ワンチャンこのさ、上も、ジャンプで、あ、行けるんだ。なるほど。オッチンだったらジャンプで行けるんだ。ただ、向き的にどうなんだろうか。ボヨーンからのヒューってなって、こうなって、ボヨーンからのヒューなって戻る。あー、じゃあこれあれだ。手分けしなきゃいけないやつだな。この状態で降りて大丈夫かな？あ、降りれるわ。降りれるわ。降りれるわ。あ、降りれるわ。え？待って。落ちん？あ、いた！もう落ちなかった？え、大丈夫だった今。もう落ちたかと思ったんだけど。私はさ、回ってるってことで大丈夫だよね。これ、オッチに切り替えてもらえばいいのかな。え、今切り替えればいいのかこれ。はい、今切り替えちゃおう。はい。これで弾どこ行く？はい。見てみよう。あ、そう来るか。そこに行くか。弾はさ、これ通れんの？乗る。あ、乗れるんだ。あ、行けるんだ。あ、行けんだ。すごーい。かわいい。よーし、来れた。え？あ、違うな。あ、待て待て、違うよ。この上行きたいんだって。あれ？行けんのか？行けんかーい。行けるんかい。普通に行けるんかい。なんやねん。もうバリバリ苦労してきたんだけど。ねえ。はい、来ました。かわいいですね。花ピクミンちゃん。羽ピクミンちゃん。ごめんね。かわいいとか言ってきながら名前間違えて。やっと出会えた。飛んでる？こんなピクミンもいるんですね。早速調べてみます。羽ピクミン。羽ピクミンはその名の通り、羽が生えていて空を飛べるのだ。当然、物を運ぶときも飛んだままなので、歩いて運ぶよりも近道を通ることがある。そうだ！そういえばそういうのあったわ。攻撃力こそ弱いが、空中戦は誰よりも得意だ。はーい、羽ピクミン、やっと会えた！ついに空にまで進出しましたね。でも、このピクミンに手伝ってもらえば、救助や探索ははかどりそうです。かわいい！やったー！これでさ、ピクミンの種類全員揃ったんじゃない？
よし、じゃあ次のエリア進んでいきましょう。はい。あれ待てよ、思ったよりもやばい洞窟じゃないのかな。じゃあなんか大丈夫かもとか油断してたらやばい可能性もあるから気をつけなきゃいけないけど、調査率 60% か、5回ぐらいまでありそうだね、これはね。うわ、やっぱやばいかも。やっぱやばいかも、ここ。とりあえず、もうすぐにドローン確認。あ、ここ、アチチゾーンだね、アチチゾーン。アチチゾーンだけど、なんでさ、スプリンクラーがあるの？これ水出るやつ。なんで？で、ここにお宝がある。で、ここもアチチゾーン。ここは、赤ピクミンが活躍する場所かな？うん。これなんだ？ね、これ。これ、ね、これ。怪しいな。注意しよう。あれ、やばいやつかもしんない。うん。オッケー。あ、ここにも羽ピクミンのあれがあるね。はい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 。オッケー。じゃあまあ一旦キーピクミンは置いておこう。うん、羽ピクミンも一旦置いておこう。よし。あ、そしたら、ここだけちょっと壊しといてもらおうかな。はい。それ以外で行きましょう。これ何マジで。これなんなん？ん？泡が出る。なるほど。オッチ、泡耐性ないからな、まだ。壊せるかな、それ。あ、よし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 、ナイス。てっきり私はあのなんか、原生生物かと思ったよね。うん。さあ、でも倒しちゃおう。はい！いけるかな？ナイス！おー！どっから出てきた？こんなでっかいやつ。ねえ。よし。運んでもらおう。で、これも壊して。ナイス！で、この上にね、花ピクミンの、あれがあるから。赤ピクミン入れようかな。よーし。羽ピクミンはさ、地下だけにいるってわけじゃないのかな？普通に地上にいる可能性もあんのかな？だから紫ピクミンは地下にしかいないみたいな説明があったけど、それ以外のピクミンは特にそういう説明がなかったから、どうなんだろうな。でも全然さ、オニオンが見つからないんだよね。氷ピクミンとかのオニオンも。じゃあ再び、待機。赤ピクミン行くぞ。で、この下から行っていくか。これ、どうしよっかな。ぷくぷくしてるけど、出なくなったタイミングで、一気にやっちゃう？はい。壊せるかな？いけるかな？やっちゃおう！よし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 。たまには勢いも大事。さあ、で、この、プリケツ太郎を、プリケツ太郎をやりたいけど、いけるか？ナイス！よし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 。あと一匹。これ、足遅いんだ！このアチチの部分。このアチチの部分、足遅くなるんだ。よし。オッケー。スプリンクラーはこれ水出すことでこのアチチがなくなるってことなのかな？よし、まあ、とりあえずこれだけ掘り出すだけ掘り出そっか。めちゃ綺麗なピンクだな。よし、ナイス。で、運んじゃって。よーし。そしたら、ん？おやー、ピクミンが困ってますね。あ、このアチチの上通れないんだ。通れるけど運びはできないんだ。じゃあこのスプリンクラーをなんか起動させて、この地面をどうにかしなきゃいけないんだろうな、多分。で、スプリンクラーって確かね、蛇口みたいなひねんなきゃいけないんだよ。うわー、食べてる。うわ、だる。どうしようかな。落ちんだけで行こうかな。ピクミン食べられたくないし。うわ、強っ！2匹一気に強っ！よし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 。落ちんもうめっちゃ強くなってんの。あ、これが蛇口のやつか。はい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 。待てよ。そっちの道大丈夫？あ、泡があったね。はい、壊そう。一気に。よーし。じゃあもうこれ蛇口は、はい。これやってもらって、これも運んでもらおうか。金塊。よーし。あ、この奥行けないのか。ちょっと待ってね。スイッチがあるから、キーピクミンを呼んでこないと。でもその前に蛇口をどうにかしなきゃ。よし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 。オッケー。ナイス！これで、じゃあみんなはい。回して回して。かわいい！なんかもう見たくなるわ、こういうシーン。みんなで回してる。力合わせて。かわいいな。これで多分ね、スプリンクラーから水が出るんよ。そうだよね。このあちちの床は消えるんか？オッケー！で、この水を止め、あ、勝手に止まった。便利。やったー！火が消えましたよ。よーし。みんなお疲れ。じゃあ、まあ、ここら辺の原生生物とかもね、運んでもらっちゃおうかな。はい。これも、お願いします。そしたら、ここ、オッチンに、はい、入ってもらおう。お願いします。かわいい。
あー、かわいい、出てきてんの。じゃあ、オッチンに切り替えて、これは、あ、ここからでも投げなきゃいけないのか。そしたらどうすればいいの、これ。キーピクミンを渡せばいいのかな。ほい。で、切り替えて、オッチンでキーピクミンを呼ぶ。で、キーピクミンにここをやってもらう。そういうことか。オッケー。よーし。で、ポチッ。オッケー。ほんなん、行きましょうか。じゃーん。よし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 。これどうだろうな、進捗的に。次ボスかな。なんかね、想像してたよりもやばくないかもしれない。どうなんだろう、急にファイナルフロアになってから、めちゃめちゃやばいボスが来たら。でも絶対ボスいるもんな。誰だ、一体誰なんだ。ドキドキする。怖いインゴ。本当にディスコ、おや、近くに遭難者がいるようですね。ちょ、待て待て待て、本当にミラーボールみたいなんだけど。いや、雲やん。雲やん。ただ、私が想像してた雲ではない。私が想像してた雲ではないんだけど、雲ですね。ちょ、待って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 。一旦もちろん待機。タマピとオッチンで行くよ。ただ、これ、うわー、怖い。どんな？おい。来たー！やばいぞー！なに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 ？なになになに？ちょ、様子を見よう。遅い系のノシン。のしん、のしん、のしん。はい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 。で、なにそれ、それはなに、その光は、おーおー、ポーン、うわ、パリピの音楽流れてる。すごいリズムがあるんだけど。おう、おう、おう、ノリノリな雲やな。陽キャ雲。今度は、今度はそれ何、あー、なんもやんないの。さっきの赤い光は、なんかピクミンを混乱させそうだよな。ハレピクミンだと潰されないとかあんのかな。どうなんだろう、空中戦強いって言ってたけど。わかんない、キーピクミンかハレピクミンがいいのかなと思うけど。いやー、キーピクミンで行くか。少量のキーピクミンで戦ってみる。多すぎても潰されちゃいそうだから、うん、そうしよう。で、アイテムで激辛スプレー使って、待てよ、これ真下、この丸い真下は多分大丈夫なんよ。一回集合。あ、待て、いけるな、まだいけんな。あ、振りほどかれる、振りほどかれる。やばい、逃げる。よし、これ浴びちゃいけないもんな、きっとな。で、ちょっと速くなるんだな、これ。速くなるけど、これはやるしかない。はい、よし、いけ、やばい、振りほどかれた。やべ、食べられちゃう、踏ま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 れちゃう、集合集合集合。よし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 。怖い。え、潰された、本当にいける。ねえ、なんてことしやがるんじゃ、おれ。なんてことしやがるんじゃ、おれ。おれ、これ遅くなってる時間、今がチャンス。こりゃー、なんてこと、やばい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 。これ、なんだこれ、これ。危ない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 。ストップ。もう激辛スプレーはどんどん使っちゃおう。そのつぶしやがったな、このパリピグモメ。くっそー。やだー。やばい。なに、これなに、今チャンスってこと、チャンスなのか、わかんないわかんない。行って集合、コマミ集合させよう。腹立ってきた、腹立ってきたわ、なんか本当に。くそ、あ、色変わった。もうこの青くなった時だけ狙うでいいのかな、わかんないけど。集合、やばい、危ない。よし、いや、もうどんどん使っちゃう、激辛スプレー。よし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 。結構余ってるからね、今まで使ってこなかったからね。よし、今だ、チャンス、やれ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 。集合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 。だからね、本当にダメだからね、ピクミンちゃん。オッケー、わかった。潰せちゃダメなのよ。よしよしよし、今だ。今だ。集合。いや、今いける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 、まだいける。集合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 。よし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 。遅くなった遅くなった。はい、今がチャンス。遅い、ストップ。待って、もう激辛スプレーはどんどん使おう。はい。今がチャンス。いけ。やってるやってる。やばいやばい。なんなの？これ食らったら何がなるかわかんない。変身するってだけ？どうなの？もうなんか、BGM もマジで腹立つな。なんなん？よし。集合。一回集合。あ、うの。
今潰されちゃったかと思った。これ青になる、青になるか、いやならないんかい、なんやねんそのフェイントは。あ、青になった、青になった、今がチャンス、一気に激辛で攻めろ。いや結構体力あるんだよなこの雲。何は生活も変わったの、どうしたの、おい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 、あ大丈夫、今大丈夫だった、何が起こったの今、本当に今チャンス、今チャンス、いけ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 、ちょっと疲れるんだねこの子ちょっとなんか休憩挟むんだね多分、ずっとパリピだと疲れるのかなきっとね。うん、青になんないかな、一気に畳みかけたい、青になった瞬間、青になった、よし行くぞ、もう次で行きたい、行けるか、行っちゃうか、行けるか、何なんだろうこれ、あ、振りほどくって意味なのねそれね、なるほどね、そういうことか、危ない、しかもちゃんと BGM に乗ってるんだよこの足踏みが、マジで腹立つな、なんか待って、倒そう、いいゲーム、このクールダウン、クールダウンタイムでスタート、やめてやめてやめて、本当にやめて、怖いよ、まあ、チャンスだけどどうする、激辛スプレー使わなくてもいけるかな、集合、あとちょっとなのよ、あとちょっとなのよ、今がチャンス、いけー、やったね、もうラスト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 、いった、いや、怖っ、いや粉々、いや、綺麗だな、本当にパリピか、本当にパリピだったね、今の感じで、これ何スピーカー、ゲートが開いた、はい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 いや体力めちゃめちゃあったよ、うん、なかなか削れなかったもん相手の体力、HP、うん、強かったわ、いやだから1匹かな、潰されちゃったんだけど、何機やられちゃったんだろう、遭難者も救助して、悔しい、ただあの雲に1匹の犠牲ならまだまだマシな方なのかな、わかんないけど、でもあれよりももっと強い雲とか多分いるからな、あ、ちなみに私が想像してた原生生物は1匹も出てきませんでした、はい、ID 情報を確認中。フリーゼ、音楽家かわいい、ノエセ出身、スペースオペラ歌手に新作の楽曲を提供するためテレビ局の宇宙船に同行した作曲家、常に芸術を最優先にした生き方を貫く、うわかっけ、生き方もかっけ、音楽家さん、テレビクルーの宇宙船に同乗してたみたいですね、もしかしてテレビレポーターさんの知り合いでしょうか、かもしんないね、どっちも美人っていう、めちゃめちゃええやん、いやー頑張りました、本当にとってもとっても、よし、葉っぱの子いないから蜜はいらないかな、さあ帰りましょう、めちゃ長かったな、うん、頭も使ったし戻ります、いや羽ピクミンね、仲間にできたの本当にいいよね、嬉しい、さあスクラップディスコ、本当にディスコでした、うん、おいやめっちゃお宝集まった、これで調査率ぐんと上がるんじゃない、はい、でよし調査コンプリート、でピクミン何匹やれたの、一匹、あの時キーピクミンが潰されたんだ、くっそ、あのパリピクモメマジで許さんかんな、本当に、はい戻ってまいりました、あれ意外と日が暮れてないな、うん、そしたら紫ピクミンでスイカ運べるかな、まあ、一旦この人数で行くか、よし、あまだ日中、あ本当、あ意外と日暮れてない、私も完全にカウントダウン始まると思ってたけど意外と半日しか経ってないわ、やった、そしたらお宝がですね、まあ、スイカもそうなんだけど他にあんのかな、スイカ以外に、これ何これ、あ段取りバトルだ、段取りバトルしてく、あ血を引いたね、どうしようかな、そしたら、まあ、先に、一旦ちょっと君たちここで待っててもらって、よいしょ、段取りバトルしちゃおうかな、これ。よし。入りましょう。レベルどんくらいなんだろう。おちん頑張ろうね。綺麗だな、本当に水中。何回でも思う。
何回見ても思う。段取りレベル3か。でもさっきの段取りのやつもレベル3だったからいける気がする。水渡りスクール。マジでプラチナ取りたいんだけど、こんな子いたんだ。すごい抹茶みたいな色、怒ってんな。ここ、俺の洞窟。お前、段取り鍛えたいか？鍛えて、鍛えて、鍛えまくれ。なんで怒ってんそんなに。なあ。はい、まあ、とりあえず、ドローンでどこから攻めていくかを考えます。あ、ここに、氷ピクミンのお花もあるんだね。うわー、花入れたりとかもするのか。なるほどね。どうしよっかなー。ここに氷ピクミンが埋まってる。埋まってるのか。はい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 。で、何このモンスター。初見なんだが。で、ここに青ピクミンがいる。え、どうしよう。どう行く？ここにも青ピクミンがいるね。これ先に、まっすぐグイーって行って、簡単に倒すそうな、ここの原生生物倒して青ピクミンを仲間にして、みたいな感じで行く。オッケー、行こう。お前の段取り、見せてみろ。オッケー、しゃあない。見せてやろうじゃないか。よし。あそこにピヨピヨちゃん、久しぶりに見たな。オッケー。あー、ちょっと、よーし、オッケー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 。集合させて、じゃあここら辺でも一回運び始めよう。よし。待てよ。これもしかして運べないのか？運べるか？あ、よかったよかった、運べるね。はい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 。これも運んじゃおう。オッケー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 。いいよ。悪くない悪くない。ここの、鳥ちゃんも、よし、倒しておこう。はい、青ピクミン発見。とりあえず暇な子は呼んでおいて、レッツゴー！よーし。集合！オッケー。はいはいはい。まあ、これも運んじゃおう。はい。君たちも集合。で、凍ってるやつはギリギリまで凍ってた方がいいから、凍らしておいて、先に青ピクミンで運べるやつを全部運んじゃいたいね。よしよしよし。それ通れるかな？で、どう通るんだ？こっちか。なるほどね。そしたら、先にこれを倒さなきゃいけないけど。どうなんだろう？倒せるかな？いけるか？こっちも噛みつき！噛みつき！噛みつき！よーしよ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 し！何なんだこれは。気持ち悪いな。ひっくり返った。なんかメンダコみたいな感じなのかな？よし。どうなんだろう？時間的には。よいしょ。割と無駄のない動きはしてるつもりではあるが、しかし。はい。これもじゃあ運んでもらって、よし。これも、アヒルちゃん、10匹。よし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 。じゃあこれ運ばしちゃおうかな。はい、船運んでもらって残り4匹か。じゃあもう原生生物運んでもらおう。はい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 。タコさんウインナーをオッチンと一緒に運んで、じゃあ一回ちょっと君たち来てもらって、まあ、金塊も運んでもらうんだけど、ちょっと1匹足んなかったな、ここ。はい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 。でも金塊、じゃあいいや。はい、全部運んでもらおう。でどのタイミングで氷ピクミンをあれしようか迷うんだけど、まあとりあえずタコさんウインナー、はい、運んで。やばい、時間ないな、結構。待って、今どんな感じだ？これ、金塊とかあるのか。なるほど。どうしようどうしよう。急げ。一旦じゃあこの奥の醤油差しを先にやってもらって、はい、これも運んでもらって、暇な子をここに呼ぼう。はい。そうすることで多分あそこの金塊を勝手に運んでくれるはず。そしたらもうこの氷ピクミンは呼んじゃっていいかな？よし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 。で、待てよ、時間的にどうだ？あれ？運んでくれてる？どうだ？運んで。よし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 。やばい、時間ない。てか全然氷ピクミンに変えてないけど、氷ピクミンいらない気がするんだけど、どうなんだろうな。あんまり特に必要はなかった気がする。これ運んでもらって、よし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 。金塊をこれ運び切ったんか？どうなんだ？もうちょっと残ってる。はい。運んで。よし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 。どうだ？あと、33秒。結構時間かかってる。急いで。オッケー。みんなで運んじゃおう。どうだこれ。いけるかな、プラチナ。金塊運んで。やばい、アヒルが。みんなで、運んで。うわー、どうだ？
6、5、4、3、2、うわー、惜しすぎる。マジで？ねえ、悔しい。マジかー。うわー、アヒルだけだった。アヒルを集めればプラチナだった。興奮しすぎてクラクラする資材30、興奮しすぎてクラクラする資材30個、ご褒美だ。ありがとう、抹茶みたいな聖人。美味しそうだね。やりましたね、たまぴさん。さあ、遭難者を連れて外に出ましょう。なんかここまでギリギリまでになっちゃうと悔しいんだよ。前まではゴールドで嬉しかったけどさ、ここまで惜しくなっちゃうと悔しいんだよな。やめて、段取りバトルしてたら肩凝ってきたんだけど。いてていてて。さあ、戻ってきた。よし。もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。また中にいられても厄介だから、洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。まあ、これはいつものことですね。で、水中なんで青ピクミンしか出せないと。はい。じゃあ、青ピクミン、運んでください。原生生物はいないよな。で、これも、資材も運んでもらおう。よーし。よし、そしたらちょっと待って、拠点移動するわ。拠点こっちに移動しよう。はい。よし。で、紫ピクミンで、とりあえずスイカを運びたいね。よーし。はい。お願いします。オッケー。で、まあ、早く運ぶだけに、青ピクミンにも手伝ってもらおうかな。よし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 。いいね。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。で、この奥もないよな、多分。特に何も。うん、ないよね。オッケー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 。どうなんだろうな、地上のお宝これ以外にもまだあんのかな。マップ的にはね、星で表示されてるお宝はもうないんだよ。あるね。あ、葉っぱ人。葉っぱ人の ID 情報を確認します。毎回偉いね。エラーなんだけどね。解析不能ですね。まあ私が夜の探索しますから。はい。待てよ。お宝マーク今あったな。じゃ、ここにピン打っとくか。で、方向的にはこっち。はい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 。あれ？そのところにお宝あったっけ？これお宝なんだ。へえ。こっちから上がってくればいいんだよね。はい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 。いや、あれ遭難者かも。お宝じゃなくてあれ遭難者かもしんない。うん。いや、違う、これ真珠か？あ、これ真珠かな？あー！スイカ！お、キラキラエネルギー1万5000達成、すごい！すごい、キラキラエネルギーがこんなに。あれ？でもシェパード号のエネルギータンクがいっぱいになる様子はありませんね。クク、どうやらキラキラエネルギーには重さや体積がないようだ。つまりどれだけエネルギーを集めてもエネルギータンクに収まるということか。せっかくここまで集めてきたんだ。これからもお宝回収は続けるとしよう。うん、まあね、そのつもりではあったけど、お宝コンプリートしたいからね、ここまで来たら。てかこれ真珠だな。お宝なんだ。なんかね、ピクミン1では、なんか真珠を運ぶとね、一つでピクミン100匹増やせたんだよ、確か。そういうのがあったんだけど、ピクミン4ではお宝の役なんだね。なるほど。よーし、お宝、いや、綺麗、めっちゃ。はい、じゃあもう運んじゃって運んじゃって。よしよしよし。じゃあこれも、運んでもらおうかな。資材だよね、多分。じゃあ、オッチンも。ほい。で、これはもう、外して OK だね。お？爆弾？あ、爆弾だったんだ。いいね。ラッキー。さあ、どうだろう？これでラストだったりするかな？地上のお宝。ほい。お？まだありそうですね。どこにあるんだ？このドローンカメラ起動してる時でもね、お宝のセンサー反応するから、これで探そうが早いかもしんないな。うん。この辺でめっちゃ反応してる。なんだ？こんなところに埋まってるというのか？よし。じゃあ、行ってみる？それは、この裏から行けばいいのかな？はい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 。この辺？よいしょ。あれ？何もないけど。この辺埋まってんの？あー、
こんなところにあったんだ。はい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 。これなんだ。リンゴ？スモモか？よし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 。じゃあこれも運んじゃおう。よーし。オッケー。さあ今度こそ、今度こそこれで地上のお宝全部集まったんじゃないかなって気がするんだけど、どうだろう。レーダーはまだ反応してるけど、あのね、これね、ここの地下からね、反応してる気がするんだよね。だから、ラストはあそこの地下かな、あの洞窟かな。多分もうお宝ないもん。だいぶ集めたもん。で、今回はコンプリートを目指してたんだけど、ただ結構もうね、撮影時間が3時間なので、まあ、次回、常薙の浜辺、ラスト洞窟行こうかな。はい。かなり充実してたと思うな。洞窟マジで大変だったな。めっちゃ頭使ったし。ボスもね、クセ強だったね、かなり。だから嫌いにはなれなかったな。なんか、ノリノリで。なんだかんだ楽しかったし。よーし、戻ってきたー。いや、今日めっちゃ頑張ったよ、ほんとに。救助した人二人。フリーゼちゃんめっちゃ可愛いな、ほんとに。で、集めたキラキラエネルギー。おー、いいよ、いいよ、いいよ。はい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 。地上でもかなりお宝ね、集まってるし、素晴らしい。で、一匹ね、あのパリピグモに潰されたと。で、調査率が 86% ということで、残りはあの洞窟のみだ。はーい。薬の在庫を確保しておきたいから、夜の探索もお願いね、新米くん。あ、すいません。もうずっとね、日中ばっかり行ってたからね。夜は原生生物が活発になりますし、タマピさん怪我しないか心配ですね。これ優しいな。うふふ、大丈夫だよ。どんな怪我をしてもちゃんと治してあげるから。いや、怪我するのが嫌なんよ、痛いから。治る治らないじゃなくて。それなら安心ですね、タマピさん。いや、安心じゃないわ。でも、それって大丈夫ってことなのかな？違うよね。はい、ということで、聞いてください、皆さん。3時間の撮影で、めちゃ肩凝りました。ピクミンみたいに物運んでないけど、なんかめちゃ肩凝りました。はい。はい、ということで、今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録と高評価、そして、動画の感想をコメントしてください。SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまピクミンでした。バイバーイ。お疲れ様。